おそらくこの後柿沼がマスクをかぶるということになりそうです。杉谷はタオルとなんか飲み物を持って1回出てきたんですが、センター西川に対してですかね、ビアエヌバーですかね、なんかちょっとよくわからないシーンですが、はいはい、ただあのこういうケースではね、若い選手が行くんですけれども、そうですね、はい、まあ何でもやりますね、まさにユーティリティですねピッチャーも変わりますね、します。ロングリリーフもできる加藤です。まあ、レフトの松本はちょっとストレッチでしょうか。いや、体柔らかいですね。この体の柔軟性っていうのがね、はい、本当にこう必要ですからね、はい、飲み物みたいな今仕草をしましたね、はい、なんで飲み物持ってきてくれないんだっていう風な感じですかね、今のは。先ほど杉谷がペットボトルを持って一旦出てきたシーンもありました。